料理研究家、菓子研究家のシエです。本日は皮をくくらず餃子の皮で簡単にできるニラまんじゅうを作ります。そこのカリカリっとした食感と皮のもちもち感、肉汁のジューシーさが楽しめる一品です。はい、本日はニラまんじゅうですが餃子の皮を使います。はい、それでは本日使う材料を紹介していきます。ニラ、餃子の皮、鶏ガラスープの素、豚ひき肉、ごま油、すりおろし生姜、すりおろしにんにく、酒、醤油です。ではニラをみじん切りにしていきます。ニラがね、2分の1と袋も入るのでだいぶたっぷりニラを食べることができます。なので豚ひき肉だけじゃなくてニラがまあ半分ぐらい、半分も入ってないか、3分の1ぐらいかしら、あ、4分の1か4分の1ぐらい入ってて、たっぷり、野菜もたっぷりなのですごく嬉しいですね。あ、今回野菜と言えばニラのみですかね。そう、今回はニラのみですね。たくさん材料があるとちょっと大変になってしまうので、ニラのベータカロテンなども多く含まれていて、抗酸化作用が、ね、期待できる、ベータカロテンなどもちょっと嬉しい栄養素もいっぱい取ることができるのでいいと思います。はい、では豚ひき肉ですねをボウルに入れて、鶏ガラスープの素を加えてよく混ぜ合わせます。鶏ガラスープの中に塩分が含まれているんですけれども、豚ひき肉が塩分と混ざると粘りがよく出て旨味を閉じ込めてくれるんですね。なので初めに塩分のあるものと混ぜてしっかり練ってあげることで粘りと弾力が出てジューシー感がアップするのでよく練るようにしてください。すりおろし生姜ですね。すりおろしにんにくで、ごま油、醤油ね、さらに先ほどのニラも加えます。で、よく均一になるまで混ぜ合わせましょう。じゃあ10等分に分けていきます。ある程度ね、ここで大体の目安で10等分ぐらいに分けちゃうと均等になりやすいです。大体ね、1個ね、10g ぐらいですかね。そんなに形は整えなくても後で整えるので大丈夫です。なんかみんなで作っても楽しいかもしれない、うん、そうですね。包む技術がいらないので誰でも簡単に作ることができるかなと思います。次に作った肉だねの上に餃子の皮をかぶせていきます。もう乗せるだけで大丈夫ですね。ここから肉だねに皮がくっつくようにつまんであげてください。で、周り手のひらで包むようにこうやってつまんだら表に返してあげる。包みながら、うん、そうですね、肉に密着させながらこうコロンとした丸い状態を全部包むようにして、手のひらで包むようにして置きます。もうこの片手でできちゃうぐらいですね。ちなみに家ではこれ作ったことあります？はい、あ、ありますよ。何回も作ったことあります。やっぱりなんか一個一個ひだひだを作って作るのもすごく綺麗で可愛いんですけど、でもやっぱりね、そんなにゆったりした時間が流れてるわけじゃないので、キュキュッと夕飯の忙しい時に作るのはすごく便利かなと思っています。はい、では先ほどの作ったニラまんじゅうを焼いていきます。ごま油をします。で、初めはこの皮面が下になるように置いて香ばしく焼いていきます。この時に、裏返した時にそうなんですけど、一つ一つを近づけて焼いてしまうと皮同士が後でくっついてしまって剥がれなくなってしまうので、そのまま盛り付ける時はいいんですけれども、一個一個盛り付けたい時は、離してあげるといいと思います。でもね、あえて餃子を焼く時みたいに全部くっつけて焼いていただいても、大量に作るときはそれはそれで構わないです。じゃあいい感じに色づいてきたので裏返していきたいと思います。いい感じにカリカリしてますね。はい、裏返しました。水を回しかけます。で、蓋をします。はい、蓋をして3、4分ほど蒸し焼きにしていきます。はい、では開けてみます。
はい、それでは試食してみたいと思います。皮はカリカリしながらもちもちしていて、肉ダネはすごくジューシーでとっても美味しいです。このままでも十分味がしっかりしていて美味しいんですけれども、もしお好みでよろしければお醤油とお酢を1対1で割ってラー油を足した酢醤油で召し上がっても美味しくいただけるかと思います。それでは今回のポイントです。肉ダネはしっかり混ぜて旨味とジューシー感を閉じ込めるように粘りを出します。餃子の皮は肉にしっかり密着させ剥がれないようにします。皆さんもぜひ作ってみてください。